初めまして吉田佐原と申します芸大1わかりやすいコンクールでも使える本物テクニックをわかりやすく解説吉田ピアノレッスンを主催しています顔出しで youtube に公開するのは初めてです今までピアノの演奏動画で上げてたことはあるんですけれどこういうトークを公開するのは初めてになります えー、初めて見てくださる方もいらっしゃると思うのでまず最初に自己紹介をしたいと思います。えー、私は現在、えー、武蔵野音楽大学院ビルト王座学科ピアノ専攻に在籍していて、えー、ピアニストとして演奏活動個人レッスン、えー、他には YouTube への動画投稿とか、えー、ブログなどを行っています。 私自身4歳から20年ピアノをやってきて過去には国内のコンクールでいくつか優勝だったり入賞してきたりコンサートもですね最近は地元での呼ばれて演奏などを行わせていただいたりだとかしていますがピアノっていう楽器は学んでいけばいくほど。 それに技能を上げていけば上げていくほど楽しさが増すなっていうのを感じる日々を送っております。でこの YouTube での情報発信やブログでの情報発信もそうなんですけれどコアの思いとしてはその楽しさですね音楽をする楽しさ演奏する楽しさっていうのをもっと広めたいっていう気持ちがあって行っています。 で多くの人にとって聴き手として時には演奏家として成長することは今以上に音楽に触れる喜びを感じることにつながると思っていますが特にピアノ演奏は独学が難しくて袋工事に迷いいやすす分野と言えます私の情報発信でいや一人でも多くの人が役に立っていただければというふうに感じています。 で、えー、今日はブログ記事ですね、えー、4月7日のブログ記事で「初めて弾くピアノになれるには」っていうブログ記事があるんですけれどあのそちらをこの YouTube で話していこうかなと思いますというのもあの僕自身こう文字を読むのも嫌いではないんですけど やっぱり音楽をやってるっていう理由もあるからなのかこういう YouTube だとかえそういうのでラジオみたいな感じで音声を聞くっていうのが好きなのでえまあ音声を聞くっていう方が他にものが好きっていう方が他にもいらっしゃるんじゃないかなと思ってえブログ記事をですねこちらの YouTube にも投稿していくっていうのを今後もやっていこうかなというふうに思っていますえでは記事です、えー 先日レッスンで初めてのピアノだとどうしても緊張してしまうという相談をいただきました、えー、その方は普段は電子ピアノで練習されているみたいで、あのー、スタジオでのグランドピアノはこのアコースティックのグランドピアノを弾かれるのは、えー、あまりないっていうことなので、えー、少しその弾き心地だとか、まあ、見た目だとかそのインパクトに戸惑われたみたいです、えー このような悩みにに対してよよく聞く解決策は、え馬鹿図を踏むことによる慣れです。これは確かに本当で私自身たくさんのピアノを弾いてきた経験のおかげで今はどんなピアノであってもそれが初めてでもほとんど多くすることなく弾けます。えー、でも、えー、じゃあ慣れるまではこの嫌な緊張をたびたび経験しないといけないのと思いますよね。そんん。なことはありません 初めてのピアノでも短時間で慣れる方法それはピアノを隅々まで把握するということですでここであのスマートフォンを例に出しています、えー、多くの方はスマートフォンを持っていると思いますで初めてスマホを手にされた時のことを思い出してください、えー、そもそも電源ってどうやってつくのとか着信音がでかすぎるけどどうしたら静かになるのとか、えー、スワイプドラッグする 今では普通に聞く言葉ですけどなんか多分知らない時に聞いたらなんかそれやばそうな単語だなみたいに思ったこともあるんじゃないでしょうか。などとあたふたした経験が多かれ少なかれあると思いますですがスマホを何度も触って把握していくうちに自然と慣れて使えるようになってきたと思います肝心なポイントはピアノも一緒です 初めて弾くピアノであってもそのピアノのことを知り、えー、しっかり把握することで、えー、使えるようになりますで新しいピアノに触れる場合普段弾くピアノとの違いは大きく分かれて、えー、3つです、えー、1つ目が見た目2つ目が鍵盤のタッチ3つ目が音ですでまず見た目について話していますグランドピアノって大きさがさまざまですしコンサートホールにあるようなピアノだとかなり大きいです えー、普段馴染みのあるピアノとの違いに最初は圧倒されると思います大体 2m 以上あったりするあの縦の幅がですね 2m 以上あったりします <laughs> ですのでまずは最初は徹底的に見ましょうえピアノの周りをぐるっと回ったりえ僕がよくやるのは下から眺めてみたりしていますで5分も見ていたらなるほどこういう見た目なのねと感じてまあなれます、ね、安心してくるっていうかですね 感じですで木材の見た目がピアノによって違うので見るだけでも結構楽しいですよ、えー、次に鍵盤のタッチと音です例えば材質が鍵盤の材質がですね造形なのかプラスチックなのかで触り心地が全く違ってきます、えー、それだけでなくその日の湿度によっても触り心地は違ってきますあの湿気てる日だと本当に鍵盤が なんかツルツルで滑ったりしますね、えー、鍵盤の深さも重さもも重微妙に違います少し余談ですが普段は重いタッチのピアノで練習しておくとどんなピアノも軽く感じるからコンクールやコンサートで弾きやすくなったりしますこれはあの調律師の方にですねあのお願いすると、えー、鍵盤を重くして もらえたりすることがあると思いますもし興味がある方はやってみられるといいと思いますね話を戻して打鍵、えー、によって出てくる音もピアノによって違います、えー、これらの違いを同時に認識して慣れる方法をご紹介しますで、これここから、えー、実際にピアノに慣れる 慣れていく方法についてのワークを解説していますそれはただただゆっくりと全ての鍵盤を押していくというワークですでここでのポイントは本当にただただ鍵盤を押すだけなんですけど丁寧に、えー、感覚に意識を向けるっていうことです、えー、今は音は鳴らしませんけど この一番下の鍵盤からこうゆっくり押していってその時この指に感じる感触だとかこの触り心地だとか鍵盤の重さだとか重さが途中で変わるのかとか、えー、それからこうしたらどのくらいの音量で音が返ってくるのかとかまたそれはどのような音色なのかとか。 えー、そのピアノの楽器全てを把握するくらいの気持ちで食、えー、感と音に集中してくださいでそうするといろんなことが分かってきます、えー、低音域と中音域の音色がかなり違うことこれ実際かなり違いますねあのピアノの楽器は一つなんですけど音域によって音色が変わっていきます それから鍵盤の重さが場所によって違うことで特にホールで弾かれた場合とかだと残響が1秒くらいあることだとか長いところだと2秒とかあるところもあります、えー、このワークをすることで今まで得体の知れないピアノだったのが愛着があるピアノに自分の中で認識が変わってきます 先日のレッスンでも、えー、予定を変更して急遽このワークを行いましたが、えー、ピアノに慣れることができたと効果を実感されていました実際私自身も新しいピアノを弾く時このワークをよくやっていますが、えー、ピアノに対する抵抗感がなくなって音楽を考える余裕が出てくるのでとても気に入っていますこれからコンサートをされるという方にも、えー、リハーサルの時にやるとピアノに早くなれることができるのでおすすめです 是非この動画を見られたらご自身でピアノを持っておられるっていう方は家のピアノで、えー、試してみてほしいです。で丁寧にこうさっき言った食感と音ですね、えー、二意識を向けて下の鍵盤からこう押して一つずつ押していく半音ずつ押していくと、えー、今までこう 慣れして死んでいたピアノであっても新しい発見があったりしてえー、非常に楽しいワークとなっています、えー、ではえー、今日はこのくらいで、ね、終わりにしますお疲れ様でした